導かれている間、ずっと彼女の悲鳴が聞こえていたんだ。助けてと。縄の巫女として門を封じる宿命、思う人と共にいたいという気持ち、その狭間で彼女は引き裂かれていた。それがマガトキを招いてしまった。正気を浴びた彼女の霊は、自分と同じ苦しみを与えるだけの存在になっていた。正気から解放された今、彼女は縄の巫女の役目を果たそうとしている。彼女の魂は未来永劫この門を封じなければならないんだ。たった一人で途切れることのない苦しみ、その苦しみが少しでも軽くなるのなら、彼女の望みが少しでも叶えられれば、僕は彼女のそばで少しでも力になりたいんだ。ミク。私がありえないものを見ることは